ちょっとこれちょっとキラキラさせすぎたやつが取れる。最近してるで気になってます。え、ありがとう、気になってくれて。トイさんハートありがとう。こっちのキラキラ取れた。七千シルさんハートありがとう。配信待ってた、ありがとう。世界一かわいい、ありがとうございます。トイさんハートありがとう。私もそうだね、目元めっちゃキラキラ、かわいい、かわいいじゃろ。マサル配信からくるくる配信に移動してきました。ん？ん？そう、なんかねシール見たく取れるんよ。これちょっと残っ、あ、取れた、取れるんよちゃんと。くるくるの声聞くと一気に癒される。なんだこれは、くるくるの天才的癒されゲーム、ゲームじゃない癒されボイス。ヤマさんかわいい、ありがとう。夜ご飯食べた、夜ご飯食べた。その白のカーディガン風の服は、え、これ初披露。なんかねボタンがね面白いんよ、全部違う、全部ボタンが違う。なんかボタンちょっと入れにくいけどバリンガルさんかわいい、ありがとう。ウェルカムコメント嬉しい。ちょっとツーショット撮るよ。今日は一段となんか素敵、本当？メイクしてるからかな。キラキラ。6周年コンサート決定おめでとう。ありがとう。そうなんですよ。6周年コンサート 2days 3公演。すごい。奈良西さん神、ありがとう。さあ、サッシーさんのグリッター。その日愛媛にグレイ来るけど我慢しました。あ、我慢してシチューの方来てくれる待ってるよ、待ってるよ。でもその頃にはもう多分3期生の子がお披露目してるのかなとか考えたら、みんな目移りは許さないよ。今日は本店もお話からだったらしいね、らしいね。エリちゃん、エリちゃん、クリンパさん神、ありがとう。ね、ボタン違うのおしゃれよね。公演ではあんまキラキラつけませんの。これはね、まだ買ってからまだ一回も公演がなくてキラキラつけてないんだけど、ピンクのキラキラつけてる、いつも。白もこもこくるくる、かわいい、かわいいよ、かわいいよ、ありがとう。オロチさん結婚してありがとう。やだけど考えたくね。マリノンノさん神、ありがとう。女歌ってお話し会の時着飾ってくれるから好きってメンバーの誰か言ってた。いや私もだってその推しと話すってなったら絶対おめかしもするし、メイクなんかあんまり、私メイクが嫌いだからメイクはしようか迷ったんだけど、まあしたし、やっぱね可愛く見られたいと思うよね。みちおさんハートありがとう。リンクさん神ありがとう。そう、3期生先輩来るとそう発動するかもしれない、ちょっと許さへんからな。450日目も可愛いくるくる見てニヤニヤして一人で好き深めてました。ありがとう、450日もありがとう。とんちゃんさん可愛い、ありがとう。そう、ね、くるくる一旦ね、一体何期生になるんだ私は。マサルさんとはねまだ会えてないね。マサル、マサルで、くるくるがいる、くるくるが好きすぎて3期生に興味を持つないですよね。知ってた。メイクの制限はね、メイクの制限はね、なんかね、なんかね、あるんだけど最近ちょっと緩んでる、あんま言われなくなった。身ぐり緊張せんかった、私今日緊張しなかった、楽しかった。竹まつるさんラブありがとう。くるくるとの話か、いつも寝起き
まあ、寝起きで来てくれる、そうだけ心を許してくれてる、ポジティブ。ヤシンさん結婚してありがとう。やだけど考えとくね。6周年に昇格かなと思った。いやー、私的にはまだ昇格はないと思います。リア現実問題、秋かな、わからんけど予想で。5期生じゃない3期生。ヤーゴタン神ありがとう。3期生入ってきて、秋のシングルで3期生が選抜2人入ると思う、私の予想は。めっちゃ適当なオタク目線予想よ、これは。普通になんかその運営さんの情報聞いてとかそんなんじゃなく、オタク目線でそう思ったなんとなくね。くるくるさん推しと結婚したとかアピってるの？アピってるよ、結婚したいと思ってるよめつりなんかもう1年以上の付き合いですよ。そうですよね、皆さんもうそんな浮気できるあれじゃないですよね。チュリトス代わりに食べてツイート見たよ、美味しそうだった。サンヤさんの公演できるメイクもね、なんかめっちゃキラキラしすぎたらダメみたいなある。ニューウェーブプロジェクトはドラさんみたいな感じに2期生にまとめられそう。あ、私的にはなんか3期生の方にまとめられそうって思う。なんか2期生さんまではまだそのいけない、まあ、大先輩。スーパーモンガさん神ありがとう。寝起きって思われて思わなかった、寝起きって分かんなかった。なりますかっぱさん神ありがとう。そのオタク目線間違ってると思う、本当にくるくるのオタク目線本当にそう、大抜擢みたいなのがありそうだな3期生からって思っちゃう。そのあの SKE の子もそうだったし、今回の HKT の最上菜々佳さんとかもそうだし、そうだし、乃木坂で言ったら中西アルノさんみたいな感じの子が現れたらギュンって言っちゃうんじゃないかと思って。今日カチューシャつけてない。3期生入るまでに昇格、あ、うん、わかんない、ない気がしてる。私は中村さん神ありがとう。あ、私と結婚したいとアピっていいよ、アピっていいよ。誰が入ろうとずっとくるくるだけ見てる、信じてるよ、信じないわ島次郎さんかわいいありがとう。どこかの誰かさんみたいに数分前に起きてギリギリセーフの時もある。え、それもしお話が来れなかったらどうするの。ちびとさん神ありがとう。うーん、小坂奈緒ちゃんや遠藤さくらちゃん来てしまったらワンチャンするだよね。そう、大抜擢みたいながあるんじゃないか。冗談でも〇〇ちゃんのとこ行こうかなって言われたら私はもう信用しませんもう一生信用しません、その人のこと厳しい厳しい。そう、中村さん結婚してたくさんありがとう。やだけど考えたくねちゃんと愛してる、ありがとう。骨髄450日仕様にしてるので考え込みそうになったら暇つぶし代わりに見てほしい。見る、ありがとう、ありがありがせー。あ、ピアル舞台最前列やば、えぐ、最前列えぐ、絶対楽しい。苦しまゆかちゃんとこ行こうかな、めっちゃいい、めっちゃいいめっちゃいい。オノピーさんハートたくさんありがとう。モブ変身してくれたありがとう。お話し会って締め切り時間につながらんとアウトなの？え、なんか受付が
3時から4時だったら多分4時までにそのログインとかして待つ待機しとったら多分大丈夫と思う。くるくるお話し会でこの人寝起きだな、分からん、私全然寝起きとか分かんない、分かんない。山さんハートありがとう。推しを不安にさせないのは楽しの義務、お願いしますお願いします。そう、くる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 への浮気は OK なんですよ。それはなんか OK で、山さんハートありがとう。LT 長文だから覚悟、いや嬉しいよ長文、超嬉しい長文、超嬉しい長文、超嬉しい長文3回あるのは何かあると読んでる、毛利小五郎張りの勘が。いや確かに3回ってなんか不思議だよね。 2days 3公演、いや不思議不思議。イノセンスさん神ありがとう。山さんハートありがとう。でもさ、なんかさ、あ、そう、くるくるへんの OK なの。なんだっけ、くるくるは2番目でもいい女、2番目で、最初は2番目で最終的に1番になるっていう魂胆で、歌唱力で調べてたら、エゴサラチをツイッターでしたら、なんか苦しまって検索したら、だってなんか他グループのファンの方って、まあ、くるくるっていうニックネームを知ってるか分かんないから、苦しまさんとかって書くじゃん。苦しまさんとかって書くけ、苦しま優香さんっていうフルネームで書くの、まああんまない、苦しまさんって書くから、苦しまで検索しようとしたら、ドラマの苦しま匠さん、君の花になるの方が出てきて、もう出てこないくるくるのくるくるのが出てこないとって、こうやってずっと遡って見てるウケるウケる。苦しまツイート結構あるんよね、なんか多分グッズの取引をやってるんだよツイッターで。だからそれで苦しま優香以外の苦しまがいっぱい出てくるから、多分だってそういう人はあんまりタグとかもつけずにツイートしてる場合があるから、それでこう見つけると、お嬉しいってなる。タグつけてるもちろん嬉しいよメール返信ってくるくるの記号も化けずに読めてる？記号はね、化けてる。なんかね、四角みたいになってる。そうなんよ。小川さん神ありがとう。ツイッターの方だったらね、化けてないんだけどね。最近はくるくるの割合が増えてます。そう、そういうことなんです。最終的にくるくる楽しいになっちゃうから楽しい。くるくると千尋さん推し、あ、いいですよ。山さんハートありがとう。 PR 舞台公演終わった。チリトス食べた？チリトスチリトス食べた？あ、待って、私コメントもう遡っちゃった。くるくる縛り厳しくてびっくり。でもそれでいい。いやそうなんよ、3期生入ってくるけちょっと強めんといかんと思って、くるくるの警察をと思って今強めてる逃げ出せません、逃げさせません。3公演で頭がいっぱいになるクルタソが心配かも。確かに前回の5周年コンサートの時は1曲と先輩と2、3曲だったから、もうで見学してるだけだったから、今回はたくさん出れるかなと思った。でも嬉しいかも。オノピーさんハートありがとう。タテンってオタ用語でもオタクなので、オタクなので、くるくる最近冷たいのは俺の目移り癖が原因かもしれない冷たくしてるつもりはないんだけどねあ、まさるさん仲良くなりたいって言ってた、 ありがとうございます。早く会いたいです。 ありがとうございます私も会いたいですよ、まさるさん。まさるいつ会えるんだろうか。
今回あのさ、前回はさ棋譜に出させてもらったけどさ、もうさ研究生だからっていう多分あれ出てたんだけど、今年も棋譜に出たいです。私は棋譜すごく出たい。でそこに17期生さんも来るのかな。くるくるだけだとエゴサできん。そう、くるくるでもエゴサができないの。くるくるで調べたらなんか、あ、髪の毛パーマくるくるにしたんだみたいなツイートがいっぱい出てきて、あのくるくるのツイートは見れ、あの出てこないんですよ。小林さんハートありがとう。黒島でツイートすれば紛れ込ませられる。いや私はしっかり見つけますよ。しっかりグッズの取引、俺は希望苦しまって書いてる。熱望もあるでしょ、熱望も。おい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 、あれは HMV で苦しまって入力したらまた竹彦さん出てきたね。苦しま竹彦さん出てくるよね。私の親族とかではないですよ。全部タグ付けてツイートするか、もう嵐レベル。いやもうね、タグ付けてなくてもね見るけ。カムカムさん、神ありがとう。愛媛だと来る島が一番多い。来るの方ね、よく間違えられる。普通に来る島、なんか電話とかで来る島ですって言ったら間違えられる。カムカムさん可愛い、ありがとう。今日返信した時くるくるたくさん使ってしまった、再送しようかな。じゃあ読む時にそれを考えながら読むね。あ、これはくるくるって書いてくれてるのか。書いてくれてるのか。ホワイトグループ界隈くるくるの話題めちゃめちゃ急上昇中。ほんまに急上昇して、急上昇。今日のツイート見た、私の可愛い牛。ぜひいいねコメント待ってます、拡散希望。そう、でも嬉しい限りですよ。顔が好き、顔が好き、声が好き、何でも嬉しい。顔が好き、声が好き。確かにこのルーム来るとどんどん好きになるので控えめにしようかな。いやもうこうどんどん来るしかない、来るしかない、いや来るしかないやんですよ。スーパーモガさん、キラキラありがとう。ホセデラロースさん、神ありがとう。クルクルのグッズと交換しようとするとなかなかハードル高くて大変。そうなの、クルクル冷凍低いじゃろ。クルクルでも見るよ、あのちゃんとあのメルカリたまに見ようよね。あ、クルクル出とると思って、クルクル生写真出とる、ランダムグッズ出とる、あ、やばいやばい出とるじゃんと、誰かこれゲットしてくれんかなとか思って。おたよこ本店支店わかる、本店支店、こっち支店だよね。昔の言ったね一生だよって熱い攻め動画見てニヤニヤしてます。じゃあもっと圧をかけていこう。一生とに限らず、一生の上の言葉なんだ、一生の、一生の。え、5周年の時一番端まで最後ダッシュで走ってた。やめてやめてやめて。5周年の私本当に失態失態、イメージからは。もうあん、ティフもしかしたら18期生さん来るのかもしれないのか。じゃあ私たちも3期生さんが出る、3期生が出るかもしれん。ティフ、あ、研究生じゃなくてユニットで参加。いやでも考えたら研究生だけでティフに出演させていただけるってなかなかないことだし、本当にありがたかったなと思ってます。そういうツイートに片っ端からくるくるって苦しまゆうかのことかなって返信は来る。あ、お願いしてもいいですか。多分あの周りの人からしたら、あ、なんだこの人ちょっとやばい人かもしれんと思われるかもしれんけど、くるくるにとっては最高。苦しまゆうかのことかなってコメント、くるくるっぽいくるくるっていうツイートしてない。本当にくるしまないでとかツイートしたら、いや引っかかりそう。いや苦しまないでって言われたらね、私振り向いちゃうもん。私って思って、見られたくないツイートだけ苦しまようにして。そんなツイートしてるの、見られたくないツイート。あん、3公演って1期生さん、ドラさんさん、ドラ、あ、1期生プラスドラさんプラス、あ、か2期生プラス研究生、
と全員合同公演。ああなるほどね、確かにそんな考察もできるのか。私もねまだ何も分かんないからね。確かに可愛かった、天才的に。ありがとうございます、天才的に可愛い。スーパーモモガさん結婚してありがとう。やだけど考えとくね。私コメント読むのそう。サムさん神ありがとう。遅刻極楽丸さん神ありがとう。本当に牛なんだろうか、ダルメシアには見える。確かに今日のツイートのやつはもうなんかよくわかんない、あら牛なのか何の動物なのかわかんないからとりあえずまあいいね、いいねいいねくるくるのグッズは転売じゃない。トイさんハートありがとう。物販で あってもすぐに売り切れてる。ほんともうたくさんゲットしてくださってるってことですよね、ありがとう。もしかしてお宅の頃トレードしてたの。トレードはねしてなかった、私現地になかなか行けないタイプのお宅だったから、学生でお金ないみたいな感じだったからでメルカリちょっと買ったことある、もうやってないメルカリは。だってなんか住所も名前も出てるからやばいやばいと思って。目の下光ってて可愛い、ありがとう。ちょっとつけ出そうかな、キラキラ。コメント追いつかそう。5周年のクルクル見てファンになってくれたの、え本当ありがとう。あの走ってるクルクル見て。メラニスタ19号さん神ありがとう。トンちゃんさんレインボースターありがとう。トイさんレインボースターありがとうステージ走り回ってやばい、もう次は気をつける。あのさ6周年もさ亀子あるんかな、頑張ろう。自分も歌唱力のあと苦しまでエゴさしてました、えしてくれとった。ちょっと見つけたらもう引用リツイートで教えてくれ。苦島匠さんがちょっと苦しずきさん神ありがとう。尾崎豊さん好きなんですか、大好き。歌がねなんか恋の方じゃないから大丈夫、安心して本当に物販早い、開始1時間で売り切れはこの世の終わりになるよいやだ本当にありがとう。みんな飯野さん神ありがとう。あコメント追いついた、よそう1期生プラスドラさん2期生プラス研究生ってやっぱり2期生にまとめられたねいやいやいや、私はあの研究生、私はそんな先輩に混じれるほどのまだあれはないですよ。画面って難しい、あこわ、あやばこわ、これさ難しい、この画面見ながらだったらめっちゃ難しい。この塗り方が合ってるのかも分かんないからさ気まず。山さん神ありがとう。5周年の時当たったチケットが一番後ろだったから当日券で亀子席買って入った。あ頭いい、確かにね亀子関の方がちょっと近めだしね。6周年も亀子あるんかな、ちょっと痩せんといけん、やば痩せんといけん痩せんといけん。尾崎はルックスも歌も全てかっこいい、尾崎ライバルシーンはさすがに確かに大丈夫よ声の方じゃないけとか言ったらってなるよね確かに。5周年おそらはさんの失態目立ってるから大丈夫。えそらはさん5周年で何してたっけ。えでもやっぱりなんか周り人から見たら失敗ってあんま気にならんのんだなって思った。でも私の失敗は多分めっちゃ目立つんだけど、あの元日公演の時もこう私ほんまにもこれはやばい絶望的なミスだと思ったんだけど、なんか調べたらなんか私のオタクじゃない方がなんかくるくるちゃん泣いてたけどなんで泣いてたのか分かんなかったって言ってたから、あ分かんないんだ
意外に分かんないんだって、位置が違うとか。コメント追いつくために飛ばすんじゃなくて早口になるのがさすが来る無意識じゃん、めっちゃ早口にしとった、やばい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 。クリボーさん神ありがとう、目元めっちゃ綺麗嬉しい、で目元ねめっちゃ褒められる。お母さんがおすすめしてくれたマスカラがあのなんか鼻めっちゃテカってる、パックしたからかな、マスカラがよかった。山さん結婚してありがとう、やだけど考えとくね。クリコの時クルクルのグッズおきぽさんと交換してよ、俺の中ではレートとかあんまりかけない。そうだよ、レートなんかないんだよ、もう1枚1枚で交換。なんか竹野さんとクルクルの無理無理無理。エビちゃんさんキラキラありがとう、さすがにクロクロカメコンに行こうかな、ぜひ来てほしい。カメコなべなべさんかわいいありがとう、あるのかな、あるのは決定してるのかな。カメコ間に合った、こんばんは、今日のお顔シャープですね、本当シャープありがとう。一番好きな尾崎豊さんの曲は僕が僕であるために、17歳の地図とロザーナで最近ハマってるあ、ソラハさん順番のあれか、名前出すやつの順番、このカキーンカキーンみたいなポーズの時のあれか、あれか。オロチさんキラキラありがとう、最近くるくる気になる、ありがとう、ぜひお話から待ってるよくるくる気になってくれてありがとう。甘さからいい感じありがとう、2階席じゃないとわからない、いや確かにね、そうだよね、でも2階席からわかったわかったご飯中なのでコメント少なくてごめんね、いいよ、何食べてるの、あコメントできないのかあ正面から見てたらわかんない、確かに2階からやばい、2階の人はわかったね、恥ずかしい、出てる時は可愛かったよありがとう、あ体の調子が良くないかと思って、なるほどね、調子が良くない、あ意外に、あでも正面から見るかわかんないのか、確かに確かに今日の話から再現してみて、こんにちは、私最近ネガティブになっちゃって落ち込んじゃうことが多いんですけど励ましてくれませんか、あーえ私は全然ポジティブだから落ちあまり落ち込まないタイプなんだよ、あそうなんですか、じゃあ私もポジティブに、だから私のポジティブあげる、ありがとうございます、いただきます、キシュもっと早口ね、ちなみにウケる、友人が元旦公演でくるくるの目の前でくるくる励ましてくれたらしい、えそうなんよ、元旦公演ねくるくるのこと励ましてくださってる方いらっしゃったの、マジありがとうございます、あの件もありがとうございます、伝えてください、マジでマジで優しいと思った、なんかこれ私がもう多分その人のことをずっと見てた、多分泣きながら踊ってたらなんかくるくるのペンライトに変えてわざわざ変えてこう私の顔を見て応援してくださってる方もいらっしゃって本当に嬉しかった、ありがとうございます、救われた。山さんハートありがとう、綺麗な顔してますね、ありがとう、やばい、おしずさんかわいいありがとう、またコメントは今日応援隊ツアーPR舞台ツアー行ったけどなおくるくる愛が深まった、ありがとう、深まってくれて、くるくる愛もね深めていってね、山さんハートありがとう、黒島さんはじめましてフォローしてもいいですか、もちろんもちろん、
くるくる迷子になってたの。内緒です、内緒です。あ、やばい、すげえ歌唱力の報告。歌唱力はね、報告できない。オタクルクロン可愛い、本当に本当に。そう、オタクですよ。優しかった、その私のポジティブあげるって言われたから、あ、もらいます、もらいますって、もうこうやってやったもん。気持ち悪いよね私、ごめんなさい可愛い。フェードアウトしていくよね。 STU はパシッて消えるよね。5、4、3、2、1、パシッて消えるよね。オーマイリトルガールはクルクルのこと歌ってると思ったりいやいやいや、そんなおかしい。元旦公演めっちゃ近くでどんだけ頑張るポーズ送ったことか。いや、ちゃんと受け取りましたよ、見てましたよ。見て、クロコ教えない人繰り返ししてた。フォローしました、ありがとう。おたくるくるとおたともだいたい、お願いします。松尾美優さん STU はね、多分ねバレてない気がする。あのオーディションの時に一回言ったんだけど、あのオーディションの最中に松尾美優さんのお話し会があったから、 そこで、あのオーディションしてて、自分に自信が持てないんですけど、自信持つあの方法って何ですかって聞いたら、自分が一番かっこいいよ、一番かっこいいと可愛いよって思うことが大切だよって言ってくださって、で当日に公演があったから、オーディションの公演があったから、それを聞いたことを生かしてやったらめっちゃ褒められた。スタッフさんにも、あのダンスの違ったって言われて、え、そんな変わるみたいなそんな変わる。昨日今日で随分メンタルありがとう、お裾分けお願いします、お願いします。皆さんからも搾取アイドル苦しむよか封印したね、現地でくるくるペナと振りに来て。しゅんさん神ありがとう。お話が終わった瞬間の部屋に一人感がやばい。いや、わかる。なんか私は終わった後にかわいいって一人で絶対言う。やば、かわいいですぐレポメモ、会話メモすぐね、忘れるから。柏木まさきさん神ありがとう。実際クロクロが一番可愛い、優しい、ありがとう。元旦公演で2階だったから頑張るの気持ちが遠くて辛かった。いや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 、もう伝わってたよ、2階も私めっちゃ見てた、泣きながら2階見てたよ。あ、2階からも泣いてるのバレてるんだと思いながら2階見てたよ。チャートリーデビューこそは前の方で見たい、もうだけど、あの多分チャートマイカーじゃない、四国の多分こうあれですよね、あの応募は多いですよね。やばい、やばいぞ、くるくるらしいかも。チャートリだけと合体してしまうと、よりまた来たいって人が増えるから、会場もクルクル初日ぜひ見届けてください。クルクル当選しますように当選しますように。今日も俺も今日アイドルとお話しして元気もらってきた。みゆちゃんにバラしていいのでしょうか。いや、いずれはね、会いたいですよ。今日のお洋服清楚系に見える、見えるんじゃなくて清楚系なんです。自分がクルクルだったら自信の塊なので、正直クルクルが自信ないのもったいね。ほんと私全然、もう全然だよ。私はペナイトは緑紫、そうだよこの色、そうだよ。山さんハートありがとう。
勉強ためのお話会参加だから経費で落ちそう。経費でお願いしますって言うかな。きのこさん神ありがとう。くるくるとお話終わった後は終わった後いつも枚数足りねえな、次はもっととなってます。お後悔しないようにいっぱい来ちゃえ。今年6周年6周年テレビカメラ近かったら今度はさりげなくモケキアピールするつもり。えぜひモケキモケキもねアピールアピール。つのまよさんかわいいありがとう。尊いもありがとう。くるくるのお話が終わった後レポかけながらずっと家の中歩き回ってるテンションバカ上げ、バカ上げになっちゃうよね。上げ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 ありがとう。私なんかでバカ上げになってくれて。つなまやさん神ありがとう。11日マイキューさんもいらっしゃる。マイキューさん、マイキューさん最近会ってないから会いたいですね。マイキューさんキュー、私はマイキューさんの心を開きたいです。マイキューさん人見知りって言ってたから多分まだくるくるには心を開いてくださってない。くるくるが心を開いて差し上げたいなす、なす。開いて差し上げたいなす。投げたよ投げないとったらそうよね。ぜひ待っとるよ。初日初日やん。髪をくるくるするのやばい。無意識無意識に髪をくるくるしちゃってた。元旦公演何回も見てるけどくるくる見るたび自分を泣けてきます。やばいやめて泣かないで。今の声やばいね。清楚系そんなバカな。いや清楚系です、清楚系です。29日は昼の部当選しました。休めるように念じています。ありがとう。私も念を込めて。試験前の期間そうよね。 DMM でもね見てくれてたけ嬉しいよ。しんやけいさん神ありがとう。お話かくるくる何話すかもう何でもいいよ。もう可愛いねでも美人だねでもなんか美しいねでもいいよ。今妻が画面覗き込んでこの子が決勝行った子って言ってました。そうです、よろしくお願いします。お許しよ奥さん、お許しよ。浮気相手じゃないです。成田さんハートありがとう。おしるしさんかキラキラありがとう。レポ書く皆さん昔に比べてかなり減った気がする。確かにね。あの私が私アプリであのレポ書いてるんだけど、あの表に出す公開できるのと公開しないのがあるんだけど、公開しないやつで書いてるんだけど、そのアプリ STU の枠があったんだけどね、グループの他の人が書いたレポが見えるやつ、沖さんのが上がってた。沖さんとみゆみゆさんとみほりんさんだけ上がってた。おのぴーさんハートありがとう。お話会の後くるくるおさんのレポエゴサするよするよ。最近余裕なくてくるくるに納得いくコメントができてないので修行のために出ようかと。そんな真剣にコメントしてくれそう。もう何でもいいのに、何でもいい。でくるくるが修行します。え修行さし師匠になります。今回のお話し会は1回分の枚数を増やしたので少しゆっくり話せるかも。ありがとう。話そうね。マイキューさんに紅マドンナって美味しいですよねってアピールして、あ、もらっちゃう。みかん美味しいですよね。みかんみかんみかん、チェキ会も待ち遠しい、楽しみ。チャットリ初日当たり一生のお願い、マジ一生のお願い、今年一発目の一生のお願い。くるくる面白いねじゃろ。マスタカさん神ありがとう。変わらないもの。レポってなんかフォーマットってなんだろう。なんかねアプリあんま言わない方がいいのかな、アプリ名みたいな、わかんないけど。ヤマさんハートありがとう。
初日はハムハムがいるからやばいよやばいよ。ハム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 、リリさんリリさんリリさん。ハムハム読みやばい。私リネさんのハムハム好きなんですよ。ハムハム。リネさんリネさんリネさんも1月9日か。最近先輩と会えてないですね。研究生はねこの前会ったレッスンで会ったかな。みちゅさんにも会いたいな。みちゅさんとクリスマスコンサートあたりからなんか無言で見つめ合うのをよくやってる、なんかよくやってるっていうか、よく無言で見つめ合うんですよ、みちゅさんと。だから見つめ合いたいと思って。見つめ合って何かが生まれるわけじゃないんです。何も生まれない。お互いニヤニヤして終わるんです。17期さん関連のツイートとか見かけますよ。山さんハートありがとう。どんだけ髪くるくるするかな。くる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 、あ、やばい。くる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 、可愛いってそんな当たり前のことを話しするの。そう、くるくる可愛いっていう当たり前、当たり前を伝えていく。でくるくる単押しだよっていう伝えるっていう、まあ、口に出していくのが大切です。単押し口に出していきましょう皆さん。前も最近天からええコメントが降ってこなくなった。確かに最近コメントあんましてない気がする。め何でもいいのに可愛いね。もそう、あ、そう、ツイートで詳細報告するっていうのと、あ、そうなの、そうで、そう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 、それとはねちょっと違う感じ。自分の会話を記録し考え覚えとくよみたいな感じ。私はそう、みんなくるくるの事故車が覚えてるかな。くるじゃないんかいね。でも独特だからね。フェス見に行ったの3週間前か。もうめちゃくちゃ空いて、え、早いね。いや3週間早い、いやほんまにやばいよ。もう1月終わる、やばいやばい、早い早い早い。マッキーさん神ありがとう。みちゅさんと見つめ合って恋生まれますよ。もうみちゅさん恋、りねさんのサイン入りグッズもプレゼントボックスに追加する。なんかあったつ、え、いや申し訳ない申し訳ない、いや いいんですかとか言おうとしたけど、申し訳ない申し訳ない。仕方ない、みちゅさんの代わりに見つめていいんだよ。ほらすいません。指パッチン。くるくるは DD に厳しいけど、くるくる自身は DD というパラドックス。あ、パラドックスっていう単語かっこいい。ちょっと意味が分かんないけど、パラドックスってなんだ、かっこいいな、パラドックス。いや、くるくる DD じゃないんですよ。本人の固定コメントできるんだ。そうなんです。ショールームさん天才、こび打っていく。ショールームさん天才。ショルムさん天才の機能。あ、ここか。あ、45分、ありがとう。そろそろスクショタイムしよっかな。握手会のレポートモリ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 戦タイプ私は。やばい、1週間が公演なの、やばい、待っとるよ。ユミリさんが来るじゃないかい、ハマってた。いや、ありがたい本当に。目が綺麗、ありがとう。今からレポート書かないといけない、かつ入れてください。絶対に終わらせなさい。あ、逆説パラドックス、かっこいい、パラドックスパラドックス。みちゅさんにデジョブとしてきた。みちゅさんも最後に見つめた日ちゃんと把握してた。恥ずかしい。恥ずかしい、ありがとうございます。それではスクショタイムします。早いね、早い。それではスクショタイム。そう、ユミリさん来るじゃないか。そうなんですよ、先輩がね来るじゃないかをたくさん使ってくださって、くるくるいなくなっても時々だって見返してるもん、嬉しくて。来るじゃないかいの日の MC でも、ココアさんがこの前言ってたけど、なんか意図的にやってくださってた、あのくるくる来るじゃないんかいたくさん言ってくださってたらしい。なんか言いたくなっていっぱい言っちゃったって。
これは当選祈願、あ、チャートリーの、チャートリーの初日応募今日までです。当たりますようにの祈りと、お話し会とチキ会を待ってるような祈り掛け合わせて。研究生の中で一番芸能人っぽく変身したよね。こんなに喋りが上手な人だったとは。嬉しい。喋り上手じゃろ、くるくる上手じゃないよ。ありがとう。見送り中のくるくるの表情。あ、守りたいこの笑顔。ありがとうございます。ポーズどうしようかな。萌えキュン萌えキュン。クロリンパさん守りたいこの笑顔。ありがとう。チャートリは先行、まじ会員先行と一般先行の両方で、え、両方で申し込んでくれた、ありがとう。カメラに一気吹きかけてください。いい香りでしょ。スクショタイム終了。え、終了なんだけどさ、一回ちょっとさ話したい話あったの忘れとった。くるくる青いウサギ好きですかで思い出した。ちょっと待って、あの話したい話最後にさ一瞬だけしていい。あのさ昨日さお母さんとさカラオケ行ったって言ったじゃん。なんかあんま歌えなかったとか言ってるけどさ、あ、前もいたけどチケ買い当日見れるか微妙なので前日くらいのコメントで書いてほしいこと言いますね。待ってるよ、ありがとうあのカラオケ行ったって言ったじゃん。その時にさ、なんかカラオケこう行くじゃん、で受付でご予約されてますかって言われて、あ、予約してないですって言ったら、あと大人の方1名と小学って言われたんよ。私なんか小学って言われて、ええって言ったら、あ、大変申し訳ございませんって言われて、小学生だと思われたんだけど、私オーバーオール来とった系かな。びっくりした、マジびっくりした。もう小学生で通せばよかったあ、小学生ですって言えばよかった。小って聞こえた、マジやばいよね。いや高校生ですがっていうそう、それで青いウサギはその時にお母さんがその日歌ってたカラオケで、だからその昨日した好きな曲調だった。そう、マジもう小学生料金で行けばよかった。そう、やっぱそう見えるっぽい、ほんまにウケるっていう感じです。それで黙っとけばよかったね、確かにそれではあの紹介します。あのお話し会の受付が明日の1時までで、2月の受付は明日が最後となっております。明日ね、あの感謝枠のサイン会、5時間目のサイン会が明日、あの明日までしか受付できんけ、ぜひ皆さん待っとるよ。あと2月23と3月12日はあのくるくるのあの歌唱力励ましに来てください。応援と励まし待ってます。リアルは幕張が5時間目残暑極小になってるので、ぜひ応募待ってます。6時間目もおすすめです。あ、他の日程も全部おすすめですあとチケ会もあと2日受付がなので、ぜひ迷ってるって方は迷ったら GO、 くるくるみたいに迷ったら GO です。それでは壇上読みたいと思います中学生とやばいよ、もう映画も小学生力で行っちゃおうかな。2月23と3月12申し込んだ、ありがとう。この前ほんまにこの前七五三であのやったテンションやばい。追加ありがとう。あ、そして明日はコロちゃん生誕祭、コロの生誕祭ツイートよろしくお願いします。12あの12時ぴったりにコロちゃん、あ、苦島コロ生誕祭2022よろしく、あ、2023よろしくお願いします
それでは男子読みたいと思います。13位マサタカさん、ありがとう。12位シンヤケンさん、ありがとう。11位星空ローサさん、ありがとう。10位ピンクのトトロさん、ありがとう。9位みちおさん、ありがとう。8位オロチさん、ありがとう。7位スーパーモモンガさん、ありがとう。6位トーイさん、ありがとう。5位オノピーさん、ありがとう。4位トンちゃんさん、ありがとう。3位クルリンパさん、ありがとう。3位間違えた、2位ヤマさん、ありがとう。そして1位はジュルル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 パーン、中村さん、ありがとう。中村さん、ありがとう。皆さん今日も見に来てくださってありがとうございます。コロはね、カタカナ、カタカナのコロお願いします。メールにも送るね、タグ優勝ありがとう。それでは皆さん、お話し会は受付が明日までとなっているので忘れずに。銀河一ありがとう、ツーショットも撮ろうね。キュン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 。それではおやすみみんゼミ、おやすみみんゼミ、明日も頑張ろう、月曜日や。来島漢字、来島漢字ブログも更新されてるの